ビリー・マーレーは20世紀初頭のアメリカ合衆国において最も人気のあった歌手の一人。ボードビルのスターとして成功したが最も広く知られたのは数多くの作品が制作された録音スタジオでの仕事であり当時存在していたレコードレーベルのほとんどすべてにおいて録音を行った。ビリー・マーレーはペンシルベニア州フィラデルフィアでいずれもアイルランド南西部。 ケリー県からの移民であった父、パトリック・マーレーと母、ジュリアの間に生まれた。1882年に、両親はコロラド州デンバーへ移り、彼はそこで育つことになった。やがて舞台に魅せられるようになった、マーレー少年は、1893年に、旅回りのボードビルの一座に加わった。また、初期には、ミンストレル賞の舞台にも上がっていた。 1897年、サンフランシスコのレコード会社のオーナーであったピーター、バチガルーピのために最初のレコーディングを行った。2010年現在、バーレーが録音したバチガルーピの廊下は、現存するものが確認されていない。1903年以降、合衆国の主要なレコード会社やティンパンアレーの音楽産業が集中していた。 ニューヨーク市やニュージャージー州一帯で定期的にレコーディングを行うようになった。1906年、その後人気となったエイダ・ジョーンズとの一連のデュエット曲の最初の作品を老感に吹き込んだ。彼はこの他にもアイリーン・スタンリーやハイドン・カルテット、アメリカン・カルテット、エルシー・ベイカーなどとも共演し、さらにソロでも作品を残した。デンバーのナイチン・ゲールとあだなされた。 彼は力強いてノールの声と優れた発声法を身につけており当時のベルカント商法によった歌手たちよりももっと会話をするような調子で歌っていたコミカルな内容の歌ではより滑稽な効果を出す工夫としてあえて少々平凡な調子で歌うこともあった1919年に OK レコードから出たマーレーのレコードマーレーはロマンチックな曲や バラッともしばしは録音しており、売れ行きも良かったが、コメディア、ノベルティソングの録音の人気は、後世のレコード収集家たちまで長く続いている。1919年のビリー・マーレーのレコードの新聞広告。マーレーは熱心な野球ファンであり、当時のニューヨークハイランダーズと一緒に、エキシビション試合でプレーしたことが何度かあったと、されている。彼はまた、 しばしば体調不良と称して、録音のためのセッションを休み、野球場へ足を運んでいたと考えられている。マーレイが吹き込んだ、デッシエ、ユーアーザオンリー、オンリー、オンリーは、歌詞の一部にある、デッシエ、ユーノー、アイラビューマットリーを、ホネス、ホワイドユー、ヒットソーバットリーと書き換えたものが広まり、1903年のワールドシリーズの非公式なテーマソングとなった。 彼の人気も、やがて大衆の好みが変化し、また、録音技術が進歩するにつれて、薄らいでいった。1920年代における、電気式、マイクロフォンの普及は、クルーナーの時代と共に進んだ。マーレ自身が、ハンマーで叩き上げていくようなスタイルと称した、アコースティック録音のラッパ型収音機に歌を叫び込むような歌い方は、電気式吹き込みの時代には通用せず、 彼は柔らかく声を出す術を学ばなければならなかった。マーレーのような歌い方の人気が薄らいだ後も、彼は吹き込みの仕事を続けた。1920年代末から1930年代、初めにかけて彼が初期に吹き込んだ作品は、ノスタルジックなものとみなされるようになり、再び彼を求める声が高まった。彼はアニメーション映画の声もやり、 フォローザバウンシングボールと称された監修が一緒に歌う漫画アニメーションや貧乏の声などでは特に人気があった。彼はまたラジオの仕事もこなした。1931年には人気漫画ポパイのイメージソングポパイザセーラーマンを吹き込み、1940年から1941年にかけてはハリーズタバーンバンドと共に様々なコミックソングを吹き込んだ。 マーレーの最後の吹き込みは1943年2月11日にビーコンレコードのために様々な方言を駆使するユダヤ人のコメディアンであるモンロー・シルバーと一緒に行われた。その翌年、ニューヨーク州ロングアイランドのフリーポートへ引退した。1954年、彼は近くのジョーンズビーチ島で心臓発作のために77歳で亡くなった。彼は 生涯に三度結婚したが、最初の二回は、離婚に終わっていた。後には、三人目の妻までリーンが残され、亡きは、ニューヨーク州、ウェストベリーのホーリーロード墓地に埋葬された。王、バイジンゴ、マーレーの録音は、ソロ、デュエット、カルテット、その他の編成によるものなど、数百曲に上る。以下に列挙する対象は、英語版ウィキペディアに独立した記事が立行されている。 曲に限っている。ありがとうございます。